FNPS-90 は、ベルギーの FN 社が開発したライフルであり、同社製の PDW である FNP-90 の民間向けカービンモデルである。蛍光性や取り回しの良いさ、防弾ベストに対する貫通力に優れる弾薬を扱える点などから、犯罪者やテロリストなどに使用されないよう軍隊や、法執行機関以外に販売されていなかった FNP-90 を、 民間向けに販売できるよう開発された。2005年にラスベガスで行われたショットショーで発表され、同社の新型アサルトライフルである F2000 と同時にリリースされた。フルオート連射機能が除去されており、貫通力を低下させた弾薬のみが流通するほか、法律に適合するよう重心が延長され、結果的に命中精度が向上している。オリーブ調の緑色、または、 黒色の合成樹脂性フレームを選べるようになっている。社外部品として外観を FNP90 に似せるための重心に被せるサプレッサー状のカバーやダミーのフルオート射撃表記があるセレクタースイッチが販売されている。現在標準モデルのほか PS90TR、PS90USG PS の3種類がラインナップされている。PS90TR は標準モデルに 赤外線レーザー照準器、フラッシュライトなどが装着できるよう、マウントレールを追加したもの。PS90 ユースグは、光ファイバーを用いて、日光を集光する内蔵照準装置を発光型に交換したもの。月刊アームズマガジン2007年11月号。ありがとうございます。